それでは改良三両心のまたまた改良の仕方、をやりたいと思います。どうも改良三両心作るのに、この三両心が3,000何百円ですけど、失敗したらどうしようという方が多くてですね、まあ最初1本目はヤスリで手でこうゴシゴシと削ってくださいというお話するんですけど、まあなかなか十何本もそれできませんので、最初はちょっとこの太めに、削ってもらいます。でこのファインタッチの針が、なかなかこう入らないぞというぐらいの太さにしといていただくといいと思うんですけど、ちょっとやってみたいと思います。この改良三両心もこう入れるとこの辺まで入るんですけど、ここから先がもう相当押し込まないともう入らない状態ですね。でこれじゃちょっと使い物になりません。で取る時もこんな感じで取れませんので、これ一つ置いといてですね、だいたいこの辺から先、ここから半分からこっち側が少しまだ太くなってるんですね。でこれを少し削ってみます。細めのヤスリで、仕上げるように少しずつこう簡単にこの、三両心というのはですね削れます。真鍮でできてるんですかね。簡単にこうやって、手で削るだけでも細くなりますので、まあ、ある程度削ってはちょっとこう入れてみるんですね。さっきよりもう入りやすくなってますから、もうちょっとこの先の方だけ、ここだけをもうちょっとこう削ってやればもう入るんじゃないかなと。見た目はあんまり気にしなくてもいいと思います。ご自身で使うのがほとんどで、別段売るわけじゃありませんから、こんなもんでいいかな。こうやって、治療ごとに少しずつ削って一番いい自分の思い通りの三両心を作っていけば大丈夫だと思います。大丈夫かな。これ大体良さそうですね。もうちょっと最後ここを削ってみましょうかね。大体 7-8mm あれば、この削った部分は 7-8mm あればいいんですけど、まあ、1センチぐらい削ってもらってもいいです。あとはこの入れ加減で、調整してみてください。こっちうまくいきましたね。でキャップを外して、このネジを一番後ろまで持っていきます。それでギュッと押しています。おいい感じで出たり入ったりしますね。でこれがもしですね、これの半分までしか入らなかったとしますね。そうするとこの長さでこの三両心の槍がこのファインタッチの針に全部刺さりませんから抜けやすくなります。ポンとこうやってですね、ポンとこう抜けやすくなりますので、やはりこの 7-8mm ぐらい、ここぐらいまで針を入れて、それで十分にこれが刺さって、それで針がポンポンポンと出たり入ったりうまくいくように、しっかり入れてください。それでこの最後にこのネジで調整して、まあ大体 1mm 内外出るようにしといて、これでポンと三両心出来上がりです。